かな、文字。かなとは、漢字を元にして、日本で作られた文字のこと。現在一般には、ひらがなとカタカナのことを指す。表音文字の一種であり、基本的に一字が一音節を表す。音節文字に分類される。漢字に対して、和字とも言う。ただし和字は、和製漢字を意味することもある。日本に漢字が伝来する以前、日本語には固有の文字がなかった。しかし、 中国大陸から漢字と共に伝来した漢文は当然ながら中国語に基づいた初期法であり音韻や公文の異なる日本語を書き記すものではなかったこの漢文を日本語として理解するために生まれたのが漢文訓読であるしかし地名や人名などの日本語の固有名詞は漢字をそのまま使ってもその音を書き記すことはできないそこで使われたのが 漢字本来の意味を無視して、その発音だけを利用し、日本語の音に当てる、仮あざ、尺字であった。これは例えば漢字の、あが持つ、本来の意味を無視して、あという音だけを抽出し、あを日本語の、あとして読ませるという方法である。この仮字によって日本語が漢字で表記されるようになった。この表記法を俗に、万葉仮名とも呼ぶ。このような表記法は、 歌社の手法に基づき、日本以外の漢字文化圏の地域でも古くから行われているもので、中国でも漢字を持たない、異民族に由来する文物に関しては、音によって漢字を割り当てていた。山大国の卑弥呼という表記などがこれにあたる。漢字を仮字として日本語の表記に用いるのならば、方法の上からはどんな内容でも、どれほど長い文章でも日本語で綴ることは、 可能であった。しかしそのようにして書かれた文章は見た目には漢字の羅列であり、初めてそれを読む側にとっては文のどこに意味の区切りがあるのかわからず、非常に読みにくい。したがって仮字でもって日本語の文を綴ることは、陰文である和歌でもっぱら用いられた。和歌なら五万七千五百七十七というように五音や七音に句が分かれており、 それが大抵文や言葉の区切りとなっているので、和歌であることを前もって知っておけば、何とか読むことができたからである。焦燥院書像の奈良時代の公文書の中には、本来、他と書くところを、有、う、某と書くのを、無と書くというように、漢字の一部を使ってその字の代わりとした表記が見られ、また現在のひらがな、次に似た文字が記されたりもしている。この、次に似た文字は、漢字の、 衆を次元にしていると言われるが、このように漢字の一部などを使って文字を表すことは、後のひらがな、カタカナの誕生につながるものと言える。やがて仏典を購読する僧侶の間で、その仏典の行間に漢字の音や和訓を示す仮字などを、美貌のために書き加える例が見られるようになるが、この仮字が漢字の一部や、画数の少ない漢字などを使い、 本来の漢字の字型とは違う形で記されるようになった。行間という狭い場所に記すためには字形をできるだけ省く必要があり、また漢字で記される経典の本文と区別するためであった。これが現在見られるカタカナの源流である。このカタカナの源流と言えるものは、文献上では平安時代初期以降の要例が確認されているが、カタカナはこうした誕生の経緯から 古くは漢字に従属しその意味や音を理解させるための文字として扱われていた。また漢文訓読以外の場では仮字から現在のひらがなの源流となるものが現れている。これは仮字としての漢字を草書よりもさらに崩した書体で持って記したものである。そのひらがなを数字文の続け字すなわち連綿にすることによって意味の区切りを作り出し、 長い文章でも綴ることが可能となった。これによって、土佐日記などをはじめとするかな、ひらがなによる文学作品が平安時代以降発達するようになる。仮字がかなと呼ばれるようになったのは漢字をまなと言ったのに対象してのものである。当初は仮名と読み、発音文形、カ名ナを経てかなの形に定着した。もしくは、ボンゴのカラナ、カラナ。 音字の意からの天下という説もある。古くは単に、カナといえば、ひらがなのことを指した。ひらがなの故障が現れたのは中世末のことであるが、これは平易な文字という意味だと言われる。また、カタカナの、型とは、不完全なことを意味し、漢字に対して省略した字型ということである。平安時代のひらがなの文章は文は、単語は、大和言葉であり、 ひらがなを用いるのが基本であった。しかし、源氏だとか朝廷の官職名など、大和言葉に置き換えることが不可能で、漢語を用いるしかない合わせは、漢字のままで記されていた。当時は、漢語はあくまで漢字で記すものであり、漢語をひらがなで表記する慣習がなかった。現代も一部の例外はあるが、漢語は、漢字で書くのが基本である。また、文章の読み取りを容易とするために、 山和言葉も必要に応じて漢字で表記された。ただし、和歌の場合は、慣習的に漢語や漢字の表記を避けるように読ま書き記されていた。一方で文章の公文については、漢字が導入された当初は漢文の規則に従って読み書きされていたが、その後、漢字で記した言葉を日本語の公文に従って並べる形式が生まれた。さらに、 女子などを仮字で語句の間に小さく書き添える、形式、鮮明書きが行われるようになり、やがて、それら仮字で記した女子が、カタカナとなった。つまり、漢語や漢字で記された文章に、カタカナが補助的に付加されることがあった。その両者はやがて統合され、混弱物語集に見られるような、日本語の文章の中に漢語を数多く取り入れた、和漢根耕文として発展していった。 成立当初の今尺物語集は漢字で記された語句の間に小さく、カタカナを書き添える千描書きと同じスタイルで書かれていたが、やがて漢字とカナを同じ大きさで記すようになった。ひらがなとカタカナの使い分けは長年にわたって統一されなかったが、第二次世界大戦後あたりから文章の表記には原則としてひらがなを用い、カタカナは 外来語など特殊な場合に用いるスタイルとなった。ひらがなは漢字から作られたものであるが、中には現在のひらがなそのままの文字の他に、それとは違う漢字を崩して作られた様々な遺体字がある。現在この遺体字のひらがなを変体がなと称するが、カタカナにも古くは現在とは違った字体のものがあった。ひらがなによる文は変体がなも交えて美しく書くことが求められ、 それらは、高の切れなどをはじめとする、個筆切れとして残されている。こうした、異体字を含むひらがなと、カタカナは、明治時代になると政府によって、事態の整理が行われ、その結果学校教育をはじめとする、一般社会においてひらがな、カタカナと呼ばれるものとなった。この二つは、現代の日本語においても、それぞれ重要な役割を担っている。日本語の音節には、 正音と濁音の別があり、現在濁音を表すひらがな、カタカナには濁点がつくのが約束となっている。しかしカナには古くは濁点がつかなかった。カナが生まれる以前の仮字の段階では、正音に当てる仮字の他に濁音に当てる仮字を区別して使っていた。上で述べたように、仮字を使った日本語の文は見た目には漢字の羅列であり、 それをなるべく間違いのないように読み取らせるためには仮字の音の正確についても使い分けをする必要があったことによる。しかし平安時代以降の仮名には正確の別がなくなった。それは連綿によって仮名の文字列に意味の区切りを作り出し文の読み取りを以前よりも容易にした結果仮名の正確を使い分ける必要がなくなったからである。言い方を変えれば 濁音を示す表記を用いなくても、不都合を感じない文を綴れるようになったということで、ある。古今和歌集の伝本の一つである高野切れには、きつらゆきの読んだ和歌が、と濁点は付されていない。もしこれに濁点を付けるのならば、となる。袖を、袖、風を、風と読むのは、この和歌の文脈では、袖、風としか読めないからであり、他の部分の仮名についても同様である。 つまり、手というかなで書かれていても文脈によっては、でと読むというように、一つのかなで声音と濁音を兼ねるようにしていた。これはカタカナについても同様で、経典に漢字の読み方を示したカタカナが書き添えられていた場合、その漢字の置かれている文脈をもって判断すれば、声濁について迷うことはなかったのである。もちろん単語だけを取り出してしまえば、混乱が生じることになる。 前田利益が大不変者と対処した旗を背負い、それを大不変者と読んだ同僚から先逸を責められた際に、これは大不変者と読むのだと返した逸話がある。ちなみに、濁点の起こりについては、漢字のアクセントを示す声点から来ており、本来かなには必要なかったはずの濁点は、辞書の類や古今和歌集などの古典の本文解釈において、 言葉の意味を確定させるために使われるようになった。その使われ方や形式は様々な変遷を経て現在用いられる形に至っている。また類似の事例はカナに限った話ではなく他の文字にも見られる。チェロキー文字はカナの五十音で言うところの家行と画行を区別しないが、チェロキー語の和者は文脈で判断できる。ヘブライ文字では音のみを用いるのが普通であり、 母音は文脈で判断する。母音の負荷は新たにヘブライ語を学習する者への便利、あるいは外来語にしか用いられない。ここ無和歌集の彼女には次のような記述がある。何は図の歌というのは仁徳天皇に虎い人のワニが、という歌を立て祭ったという故事による。また、朝霞山の言葉というのは、葛城のをすなわち、立花初が、 東国の視察に行った折、その土地にいたうねめだった女が、という歌を作り処刑に献上したという話である。手ならふとは、毛筆で文字を書く練習をすることで、今でも手習いという言葉に残っているが、上に挙げた和歌二首が、当時かな、ひらがなの書き方を練習するのに、最初の手本とされていたということである。和歌は、文の長さが31字と限られており、 子供が金の手ほどきを受ける教材としては、手頃なものであった。その数ある和歌の中から、何はずと、朝か山の歌が、手なら不妊の、初めにもしけると言われたのは、実際この二種が古い由緒を持った歌らしいこと、また一方では、同じ句や同じ金が繰り返し出てくることが挙げられる。何は図の歌は、咲くやこの花という句が二度もあり、朝か山も、山や、朝という金が二度出てくる。 同じ言葉や奏を繰り返す方が子供にとっては内容を覚えやすく、また同じ文字を繰り返し書き記すことにもなる。しかし当時の奏はただ書ければよいというものではない。源氏物語の若紫の巻には、まだ幼女の紫の上を光る源氏が引き取りたいと、紫の上の祖母である二君に申し入れると、まだ何はず織田に、墓場かしゅう続け侍らざめれば、 かひなくなむという返事をされるくだりがある。まだ何は図の歌もまともに書けないような幼い娘なので、源氏の君のお相手にはならないでしょうと断られたので、あるが、はかばかしゅう続け侍らざめればとはかなを連綿としてうまく書きこなせないということである。カナは文字として覚えるだけではなく、そのかなを連綿でもって綴れるようにするのが当時の金文字の習得であった。 これは単なる美観上のことだけではなく、上で触れたように自分の書いたものを人に読み取らせるためには、金の連綿は、書式の上でも必要なことだったのである。以下は金遣いにも関わることなので詳細は他行に、譲るが金における発音と表記の関係について、簡略に述べる。平安時代になると、日本語の音韻に変化が起こり、例えばコヒ、古比。 恋というかなに対応する発音はであったが、後にと変化している、波行天庫の交参章の音を表すカナは、和行の意であり、そうなると、コヒは、コイと記されるようになるかと思われそうだが、文献上、コヒ、コヨ、コイなどと書いた例はまず見られない。カナ文字を習得した当時の人々にとっては、コイは、コヒというかなで記すというのが、それまでの約束となっており、 その発音が変わったからといって、恋と書いたのでは、他者に恋という意味で読み取らせることができないからである。つまり、音韻に関わりなくその表記は一定しており、これは他にも、思うなど、使用頻度の高い言葉ほどその傾向が見られる。ただし、頻度の高い言葉でも、何かのきっかけで変わってしまいそれが定着したものもある。例えば、ゆえ、こわ、ゆえ、なほ、なおは、 なおと変化し、記されていた。とにかく誰かが率先して、人々に指導するということがなくても、金の表記のあり方すなわち金遣いは金を使う上で、不都合のない程度に固定していたということである。その不都合のなかったはずの金遣いとは別に、現れたのが、藤原定家の定めた金遣い、いわゆる定家金遣いであった。しかし定家が金遣いを定めた目的は、それを、 多くの人に広めて、金遣いを改めようとしたなどということではない。定家は、当時すでに古典とされた、古今和歌集をはじめとする歌集、また、源氏物語や伊勢物語などの物語を頻繁に書写していたが、それは単に書き写すだけではなく、内容を理解し、また自分が写した本を、自分の子孫も読んで理解できるようにと心がけた。その手立ての一つとして、 金遣いを定めたのである。つまりそれまでは多かれ少なかれ表記の揺れがあった金遣いを自分が写した本においてはこの意味ではこう書くのだと規範を定めそれ以外の意味に読まれないようにしたのであった。例えば当時いずれ物音となっていた音をのかなはアクセントの違いによって書き分けるよう定めておりこれによって奥は奥奥は奥と書いている。その結果 定価の定めた金遣いは、音韻の変化する以前のものとは異なるものがあったが、定価は、自分が写した本の内容が人から見て、読みやすいことに不信したのでって、金遣いはその一助として定められたに過ぎない。要するに定価の個人的な事情により、定価金遣いと呼ばれるものは始まったのである、定価金遣いの交三章。定価の定めた金遣いは、その後、 南北朝時代に行安によって増補された。それが、歌人、定家の権威もあって、定家金遣いと称して、教養層の間で広く使われたが、明治になると、今度は政府によって、歴史的金遣いが定められ、これが広く一般社会において用いられた。そして第二次大戦後は、現行の現代金遣いが、一般には用いられている。しかし現代金遣いは、 おおむね一時一音の原則によって定められているとされるが、以下のような例が存在する。以上を見れば現代金遣いにも、その以前からあった金遣いと同様に、発音にはよらずに書き表す例が定められているのがわかる。続くは、続くと書くが、続くと書くように定められてはいない。蝶々は、蝶々と書くが、蝶々や、蝶々は、不可とされる。 現代仮名遣いとは、実際には、歴史的仮名遣いを、実際の発音に近づけるよう改め、続くや、蝶々のような例を歴史的仮名遣いと比べて、少なくしただけのものである。歴史的仮名遣いや定価仮名遣いに基づかない、現在の仮名のありようは、一見古い時代とは、関わりがないように見える。しかし仮名は日本語の音民に変化が起こった結果、それが、 定価以前に見られた一般的な慣習によるものにせよ、また個人や国家が定めるにせよ、金遣いを発音とは違うところに求めなければならなくなった。そういった性質は現在の金もやはり受け継いでいると言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。